はい、鳥チャンネルです。こんにちは。こんにちは。今日うちの子自己紹介をやります。まずは長男イギー。イギーイギーから始まったね、うちの、ジョジョは。そうだね、うん、なんか、うん、で、イギーはすごく優しくって、うん、コトリッシュが来た時もねあのすんなりベッドも一緒に使ってもって、うん、で、寒がりっていうのと、あとこうやって遠吠えが上手にできるのよ。あー、そうね、うん、で、ほら、芸達者。あ、イギーはすごく芸達者。うんうんうん、ケン、うん、ちゃんがたくさん教えたからね。そうだね、だって、うん、最初の子だったから、うん、超力入れて教えた、うん、なんか本とか読んだりとかさ、買って、うんうん、頑張ったね。これはね、あのね、バンと、うん、バンと、まあ、こんがらがってるらしい。バンだと。コロンって。バンもできるからね。うんうんうん。ワン、ワンだったのか。かわりかわりかわり。できないのはないんじゃないっていうぐらいできるんだよ。そうかな、うん、そうだね、めっちゃ美味しいだもんね。すごい、なんでもできる。めちゃくちゃお利口さん。そうだね、うん、で、うちで唯一のなんか落ち着いとる子じゃない。そうだね、うん、何してもあれだよね、うん、こんなこともできるよ。よし、ほら、すごくない。ヘディング、ヘディングキャッチ。イギー。そしてね、2階で1人で追うのが好きだから、うん、ご飯とかできたら呼ぶんだけど、設定電気が、うん、ちゃんと降りてくるっていう。お利口さん。もうトリシが来てからはね、ちょっとお父さんを譲りがちだけど、うん、エギーお父さん大好きなんよ、うん、なんか一緒に。めっちゃ嬉しいけどね、うんうん、大変だけど、エギーもちゃんとかまってあげてね。そうだね、うん、そしてジャム、ジャムちゃん、うん、来た、うん、ジャムちゃんはね、もう6歳かな、うん、そうだね、になるんだけど、もうパピーの時からずっと変わらん、うん、うん、わっちゃわちゃだね、この子は、うん、ジャムちゃんはうちに来たのが4ヶ月ぐらいだったと思うけど、うんうん、鼻水垂らしとったから、ちょっと治療に入ってね、で、うんうん、元気になってきたんだけど、うんうん、あの、ふやかしを食べない。そうそうそう、最初からカリカリとね、うん、でね、もう元気いっぱいでね、こうやってぴょんぴょんぴょんどこでも跳ねて、うん、で、ボール遊びが大好きで、大好きだね、うん、こうやって喜ぶんだけど、うんうん、投げてほしいくせに置かないっていう、ね、渡さないね。そう、渡さない。でもぴょん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 飛ぶから、こうやって足を怪我するっていう。あるある。そう、うん、でね、うちのモデルさんだから、うんうんうん、こうやってね、ちゃんとモデル業をこなしてくれるんだ。この時なぜかトリッシュが、私も撮ってよって。そう、一緒に撮ってた、うん。うちのね、自慢のね、あの、うん、美女二人。そうだね。可愛いでしょ。可愛い、ね、うん。この服ね、トリッシュのサイズがなかったよ。で、割り箸も大好きで。そうだね、うん、もう。おい、食べてる時邪魔してくるんだよ。お父さんはね、ちょっと厳しいからね、俺は食べたいっつって引っ張るけど。でね、見て、朝いつも一緒にヨーグルトを食べるんだけど、うん、フライングしとったっていうね。それでも、押してませんよみたいな顔して。で、ジャムちゃんは今、うん、若年性白内障って言われて、うんうん、ちょっと目が白くなってきたかなみたいな。うんうん、それで治療頑張ってるんだけど、うん、今のところはこの目薬と、うん、お薬でね、進行が止まってる。うんうん、すごいね、うん、そして一番ちっちゃいのにこれ見て、うん、リーダーみたいな感じ。そうね。そして次男スティッティですね。ちょっと名前が長いから、まあティッティって呼んだり、うんうん、ステさんとかかな、うん、で、うん、特徴がこのオッドアイ、うん、青い目、うん、綺麗で、ね、片方がね、そう、だからもう悩んだら、あ、目が青いからスティッキーねみたいな、あーね、ステさんね、うん、かわいいね、こうやってね、なんか興味津々で、お父さんと携帯に何これみたいな。不思議そうだったね。そう、かわいい、甘い子なのよね、うん、
でもね、これ心配したね、トリッシュが来た時に。そう、ちょっとオラオラ系だから、この子は。うん、うんうん、もうあれだね、家庭内別居になるかと思ったもんね。本当だよ、うん、もうトリッシュも、トリッシュは全然ドンとしとったんだけど、うんうん、なんかやっぱりまだちっちゃくって、うん、俺が神経質だったから。そうね。でもね、ほらオラオラ消えたんだけど、うん、もうちょっと可愛くって、うん、ハムハムしてしか寝れんっていう。布団ハムハムすると大好きなんだよ。そうそうそう、これもうする子がおるって知っとったけど、うん、まさかうちにこんなする子が来ると思わんくって超可愛い。だけどちょっと布団持ってかれて寒いね。あ、そうだね、寒かったもん。でスティッキーといったらね、うん、あのちょっとこのエリザベスカラーがね、うんうん、ちょっとあのこういうの買ってあげたんだけど、うん、カラフルでちょっと痛くないようなやつ、うんうん、ちょっと顔が大きくて頭でかかったね。うん、でね、一生懸命なところが可愛くて、こうやってちょっとあのいたずらするんだけど、うん、賢いのかどうなのか分からんけど、もうめんどくせえっつってて、いいよいしょって言って楽をするっていう。はい、これトリッシュね、皆さんご存知。お待たせしました。ね、トリッシュはね、もう最初は赤ちゃんの時めちゃくちゃ可愛かったよ。だってボストンと同じぐらいだもん。ジャムと同じサイズ。ね、うん、超可愛い。これ洗礼を受けたの？そうそうそう、最初のね。でも全然動じる感じじゃなかったよね。そうだね、うん、うん、もう最初から溶け込む感じだったよね。うん、天真爛漫な感じ。ね、うん、もうね。そう、こうやってみんなで、うん、でもね、ちゃんと手加減して遊んでくれたんよ。あ、そうだね、うん、これ超かわいいやろ。うん、かわいい。避妊手術したレスラーみたいな。これ、ね、初めての初泳ぎね。泳ぎ、うん、でね、これはヨモちゃんと初めて会った時。そうそう、ヨモちゃんね。なんか太鼓、伊勢で太鼓をやっとって、うん、ちょっと帰国かみたいな感じで聞いたんだけど、すごいビビっとってダメね、うん、でもここで、あ、トリッシュって大きい音とかの街なんだなって分かったからよかったけどね、うんうん、そうだね、この後ね、あの脱走する、うん、私引きずられてた、びっくりしたね。でもヨモちゃんはすごい同人、そう、うん、すごいよこの子、うん、お顔はそっくりなんだけど、うん、なんかちょっといろんなところが似てないところがあるね、うん、でこれ初雪よ。そう、トリシュとのね、うん、初雪だよねこれ、うん、超なんかテンション上がったトリシュ、うんうん、私も、お、雪だ雪だって。、うん、これジャムちゃんがいないのは、うん、もう寒いから行きません私は。拒否したね、うん、ね、みんなでね、 その後の、で、俺の、ね、いつもお父さんの帰りをこうやって二人で待っとるよ。超かわいいな。ね、うん、はい、次はジョルノ。ジョルノちゃんですね。皆さんも知ってる。うん、かわいい。これかわいいね。うん、こうね、ちゃんとね。はい、ね、出会った時ね、これ。うん、最初ね、こんなんなの。全然違うね。うん、なんか顔もとんがってる感じがした。あ、そうそうそう。今ふっくらしとるけど。ね。うん。うん、ねえ、毛も短い感じで。本当だ。本当だ。毛も短いの。ウーパールーパーじゃない。そうそうそう。なんかいろんな毛伸びたね、あの耳の中の毛とかもね。そうそう。ねえ、もうね、こう家に連れて帰ってきて、うん、で病院行って検査してね。うん、よかった、何もなくって、鼻だけがちょっとあれ、あの猫風邪だっ て、ね、あ、そうそう、で薬をね、うん、鼻から入れて、超嫌だったと思うよこれ。でもよう頑張ったと思う、うん、うん、ね、うん、頑張った。だから綺麗なとこ飼ってる、うん、今じゃもね、そう、もう家猫なってきた ね、うん、ね、うん、いやいやってこれは何だにゃ。初めてだからね、うんうん、で今はこんな、ほら、もうふもふ。かわいい、かわいいよね、うん、うん、そうそうそう、簡単な自己紹介ですですね、はい。これからもよろしくお願いします。またね、高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。どうぞ。かわいい。